こんにちは、はるかぜツアーです今回は出雲空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたします出発は10月です出雲空港を9時35分に出発いたしますとイエローナイフへは同日の15時57分に到着いたします直行便はございませんので羽田空港到着後は成田まで移動していただいて成田からのご出発となります 成田を出発いたしますとカナダのカルガリーに向かいますここで航空機を乗り換えてイエローナイフに入ります航空機の時間は予告なく変更になる場合がございますイエローナイフでの夏オーロラにつきましてはどのようなことでもお気軽にお問い合わせください 今回は10月出発の出雲空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。